先生、いつも動画拝見しています。転勤で沖縄に来ているのですが、強い日差しの中、紫外線対策で色白を保つことは可能なんでしょうかはい、可能です。徹底的に遮光するようにしてください。沖縄人はまずね、買うものといったら、まあ、サングラス、帽子、であと、車社会なので、車を買ったら必ず UV のフィルムを買ってください。それは前も横もね。で、あとは、アームカバーみたいなものをみんなして運転しています。でもちろん、日焼け止めも塗ってくださいね。 こんばんは。いつも先生のスキンケアなど参考にしています。顔はうまく日焼け止めできているのですが、長年首元の日焼けか、 なかなか美白できません。保湿や日焼け止めクリームを塗るなど以外に何か気をつけることはありますかっていうことなんですが、もう単純にお顔と同じことをするということですね。美白の美容液だったりとか、私はもうスキンケアって顔からもうほんとこの辺ぐらいまで同じ美容液とか美白系は使っているので、それをするのが一番ベストかなと思います。今年特に、ね、ネッククリームだったり部分的なもの結構多いし、あとはちょっとお安い。 爪のね逆にプチプラなものでたっぷりと首元を美白の化粧品使ってあげるっていうこともいいと思います薄毛治療をしていた夫の毛が体毛から徐々に生えてきました先生よかったら頑張ってと一言お願いしますということなので頑張ってください体が生えてきたってことはきっと頭も生えてると思うんですよね表さんのスキンクリニックでは昔から男性の薄毛にですねオリジナルの薬をあの処方していて私勤めて で、からもう10年以上になるんですけど、私が勤め始めてからずっとあるんですね。で、最初は本当と思ったんですけど、もうね、本当に生えるんですよ。で、生える時の特徴っていうのが、なんかまつげから、体毛から生えてくるんですよね。なので、なんか腕の毛が生えてきましたとか、なんかそういう方が多いので、体毛が生えてきたっていうのはいい傾向なのかなと思います。 パウダータイプの日焼け止めはクリームタイプより効果は下がりやすいですかはい、そうだと思います。クリームタイプも、あとはパウダータイプもですね、同じ量だけ塗らないと、やっぱり SPF って出ないんですね。測り方は一緒なので、何回も言うんですけど、1年方センチメートルあたり 2mg を塗布したということになりますから、そういう意味ではそれをパウダーでやるのはほぼほぼ難しいので、そう考えると、同じ SPF でもすごく塗る量が少なくなってしまうのがパウダータイプなんですよ。 なのでファンデーションとかでも SPF 書いてるものもありますけどそれは、まあ、あくまでも補助的なものだしパウダータイプというのはあのベースに仕上げ止めがちゃんとあってそれの塗り直しということだと思っていただければいいかなと思います。 先生、こんばんは。今日も肌がピカピカですごいオーラを感じます。肌って大事ですね。質問です。レチノールを試したいです。肌が弱めかと自分では思っているのですが、ズバリ先生のおすすめのビギナーの商品とその後のノートを上げたりなどのステップアップの方法や合わせておすすめ商品を知りたいです。だったらレチノールじゃなくてパルミチン酸レチノール系を使ってみたらいかがでしょうか。もしクリニックとかに行けるんだったら、 え、エンビロンとかがステップアップできるし、レチノールだったら、まあ、敏感肌でも大丈夫だったら、ラロシェポゼさんからもレチノール入りのやつが出ていますし、あと市販の、例えば日本のものでだと、例えばエレクシールさんとかは結構弱めなんですよね。目元用って書いてあるものをまず目元に使ってみて大丈夫だったらお顔に使っていくというようなステップアップをしていければいいんじゃないかなと思います。 こんばんばはお疲れ様ですスカルプシャンプーの場合リンスインタイプよりもコンディショナーは別で使用した方がいいんでしょうか デミグラスは次の休みみに作ってみます。デミグラスの動画見ていただいたみたいでありがとうございます。美肌とストレス軽減っていうことそれも美肌もツヤっとしたツヤ肌を作るデミグラスソースの動画アップされてますのでもしね皆さんもねデミグラスソースの動画見てないっていう方は是非是非ご覧になっていただけると嬉しいです。でスカルプシャンプーの場合はリンスインタイプよりもコンディショナー別で使用した方がいいでしょうかっていうことは髪の長さにもよると思うんですよね。リンンスとコンディショナー 皆さん,なんか同じように思ってらっしゃると思うんですけどもリンスっていうのは髪の毛の通りを良くするというか、まあ、サラサラにするみたいな感じでコンディショナーはなんか修復とかをするっていうざっくりとねイメージなので髪の短い方だったらリンスインでもいいと思うんですが私とかで女性だと髪が長い方が多いのでやっぱり髪の毛の長さがあって髪の毛ちょっとダメージがあったら修復したいっていう方だったらコンディショナーを使っていただければと思います。 先生こんばんは赤い装いに青みのリップがお似合いですありがとうございますえもともとニキビ肌で20歳になり改善しましたオイリーだったのがすり鉢肌というか全体的にザラつきと乾燥の気になる肌に変わりましたまだ20歳なのですがチリメンジワが出て気になっていますどんな成分の含まれたスキンケアがおすすめですか 顔ですというえ多分ですね、これはオイリー肌なので、白瀬樹脂まではいかないんですけれども、それでは髪があるんだと思うんですね。 ニキビに油分とかっていう保湿はいらないんですけれども、お水をあげる保湿ってのはしっかりした方がいいので、そういう意味の保湿をした方がいいとは思います。ただ保湿っていうとどうしてもなんか油分系のものを入れちゃうので、髪もあるということで、まずは皮脂を取るようにしっかり洗ってください。で、その後にセラミドだったりとかヒアルロン酸だったりとかっていう油分を含まないものを入れていく。で、あとはニキビ肌をやっ抑えていくっていう意味では、ビタミン C 系入れていったらいいのかなと思うので、 ビタミン C とかだったらピュアビタミン C の方がいいと思うのでこちらのスーパートリートメントさんのランリアル C セラムとかいいんじゃないかなと思いますであとね赤みだったらちょ,ちょっとお待ちください赤みでいいね化粧品ね私知ってるの。 結構皆さんから赤身の化粧品について聞きたいっていうのがあって、すっごい探したんですよ。赤身系に何が効くかなっていうので。でゆ、唯一って言ったらあれなんですけど、ちょっと見つけました。それがね、ドクターシーラボさんのですね、レッドフェイストナーっていうもので、もうこれ、 ジャストに赤みを軽減というか、多分薬事で書けないんだと思うんですけども、レッドトナーって書いてあるので、赤みを防ぐような成分が入ってるんですね。で、それがですね、レッドアウトというもので、植物エキスなんですけど、そういったものをしっかり入れてるのと、ビタトン K というものを入れています。で、これが、アンズ油とかそういったものを入れていて、赤みを抑えますよというものは、こちらがいいのかなと思って で、ただ、私の中でもまだご覧の通り買ったばっかりというか見つけたばっかりなのであれなんですが、赤みというのだとちょっとこういうものが市販だとあったので、参考にしてみていただけるといいかなと思います。こんばんは。目の下の表情じわが気になりボトックスを打ちましたが、効果は漢字。現在ベビーコラーゲンを検討しています。先生がおすすめする目の下の表情じわに効果のある。 施術はありますか目の下のっていうのをこう、笑った時のこう,こういうところ、こういうこと。でもこれって正直難しいんですよね。なぜかと,と目の下って、ボトックス打つことができないんですよ。笑ったらここに目袋みたいなのができるのは、もうこれ表情として人間が生きていく上で仕方がないことというか、ここはもう目元ケアをするということが大事なので、私はちなみに、笑った時には絶対できるので、これが定着しないように、 ポーラのリンクルショットを毎日塗ってます。ここにね。で、プラス、ここの辺とかにはエリクシールを塗ってます。部分的に。ポーラ、資生堂ポーラ、資生堂みたいな感じで。レチノールとニールワンをなんかミックスして使ってます。なので、施術というよりは、そういうスキンケアじゃないですかね。こうした時のこのシワにはいいと思うんですよ。こう笑った時のね。とか、あとこう,こういう時。ここはね、 ボトックスほぼ打たないですね、私は。今、口元に水泡ができています。調べるとヘルペスかもしれないので、明日予約をしました。診察日まで日が空いてしまったので、それまでに気をつけた方がいいことや、おすすめのスキンケア法などはありますでしょうか多分、更新ヘルペスだと思うので、まず一つは水泡を自分で破ったりしないようにすること。あとはちょっとピリピリしてるようだったら、まあ、口紅とかそういうものは塗らないということ。あとは通常で大丈夫です。なので、早めに病院に行くようにしてください。 相談です。スキンケアを2年ぶりに LINE で変えました。使い始めて3日後ぐらいに顔の皮受けやザラつきが出てきました。これはスキンケアが合っていないと捉え、元に戻した方がいいんでしょうかそれとも肯定反応とみられるものでしょうか同じものを使い続けていたので不安に思っています。これね、実はね、 高低反応について動画を撮ったばっかりなんですよ、先週。詳しくはその動画でアップしようと思うんですが、まあ、最初に言うと、肯定反応というのは基本的にスキンケアではありません。なので、えー、もう、かゆいとか、ざらつきが出てるっていうんだったら元に戻した方がいいと思います。